今もし鼓膜の震えが止まったら俺の心はもう壊れてしまうだろう。凍りついていく Yes, we were born to make history.プライスレスって曲を2011年3月11日にジャカルタで作ってて、その震災が日本で起こってることをまあ目の当たりにテレビでしながら、自分なりの重みも感じたし、自分の人生に対するでも同じぐらいもうたくさんの人のそれぞれの6年間だったりとか、なんかそういうことが一気にこう込み上げてきた感じだったかな、あの時は。ありがとう。